落ち込んだりもしたけれど、私たちは元気です。小さい頃は神様がいて、不思議に夢を叶えてくれた。なんていうのこんなの。マリオみたいな。マジュー、ここ。私が座ってるところ。ソファー。うん。超大きな木。うん。これどこで買いましたか？ニトリ。リミのシェドレ。ね、リミのシェドレちょっとでっかいね。うん。次。お人形二人。ね、これね、ショボン。トクマさん。そう。次はこっち。こっちはクマちゃん。これ何のクマちゃんだっけ？視聴者さんからもらったクマちゃん。クマちゃんを飾りをして使ってます。でこちらクローゼットです。パパの。次。机。見て、プーさん用と、こプーさんだけ、うん、赤もプー、うん、この中にもプーさん入ってるよ。はい。ポーポーいっぱい入ってる。よいしょ。次、こっちはほっぺちゃんとかいろんなもの。これはこの紙コップ。これね、1年生のお祭りでリミが作った。学校のお祭り？うん、何写真？何でもない。なんかあったの？何でもない、何でもない、何？何でもない？なんかあるの？ここは見ちゃいけないゾーン。違う、見ていい。あ、見ていいんだ。パカ、パパがポケとか動画撮ってる時に後ろからずっと顔出してね、うん、あ、出してたな。わかんなかった。耳かきがあっちゃう。次、それ光る耳かきね。ピカー。次、運動会のシール、1,2,3,4,5,6,7、うん、一等賞とか、あ、どんどん下に貼ってくやつだね。はあ、しーちゃんが描いてくれた。あ、これしーちゃんの絵。4年生の1学期ぐらいで描いた絵。リミの似顔絵。やばい。これ描いたのってさ、本当1学期の初めぐらい。次、ランプとパンケーキ。眩しい。2つあるんだね。うん。次、クマちゃんとプーちゃん。なんか書いてある。でっかいぬいぐるみ。中はプーさん。そう。これお守り。うん、マヤ。うん、マヤあるけど大吉ばっかり。うん、中吉も大吉しかほら見て、大吉。吉とか凶とかさ、違う、吉はいいの。あの、この前学校でね、うん、吉はね、大吉の次がね、小吉の次がで、めちゃくちゃ揉めてた友達と。吉？小吉の次じゃない。いや、大吉の次だよ。そうなの？じゃ先生にスマホで調べてもらったら、両方の意味があるって。吉の下が小吉？大吉、吉、小吉。大吉、吉、中吉、小吉。あ、そうなんだ。そうですよ。吉はいい方だよ。へえ、知らなかった。悪い方もあるんだって。悪い方もある。うん、この中にはカメロン、パン。この子だけ特別なの。そう。次、こっち、こっちは普通の棚。うん。
なんか怪しいものが入ってる。怪しい。あ、緑のカメロンパンだ。カメロンパンじゃない、ただのメロンパン。次。毛糸。毛糸。毛糸。ここブリシュレットや。下は、本みたいなやつ。ノート？そう。じゃあスクイーズだなんだね。そう、見て、イモムシが食べちゃってるよ。しーちゃんが多分描いたこと。そうなの、しーちゃん作った。友達からもらった。へえ、かわいいね。私ほどだったんだけど。かわいいからもらっちゃったの。うん、次ここ見て、自分で作ったの。作れるの？漫才みたい。漫才って？あのお笑い芸人がつけてそう。これつけながら、はいどうもーって言うじゃない。ねえ、やりそう。次、カシュタネット。次、宝箱。ん？これ開けちゃダメ？中には何も入ってない。なんか宝物入れたら、ダイヤとか。鍵しか入ってない。ダイヤ入ってない。マイクロのダイヤ。じゃあパパの写真入れといて。こっち、やだ。次、お絵かきセット。お。これ買ったばっかりだね。うん、鉛筆、なんだっけ、ボールペン。シャーペン。シャーペン。うん。ちゃんと消しゴムあるよ。こっちは書くノートとかかな。そう。ちょっと色鉛筆がある。高級3,000円以内。うわ、高。これ使えないね、なかなか。よくしてきます。ちょっと噛んだね。しゃ、もしこだったらバンバン使う。でも飾りしか使ってた。でも地方は本当に高級だったらそんな使っちゃ使わない。1万円とか？1万円はさすがに買わない、まず。何万円だったか？え、100円だったこれより安い。終わり。あとカーテンでお正月しない。あ、カーテン。カーテンね。カーテンは青だよ。やっと青の買ったね。レミっぽいですね。あと見てください、リミとママで協力して貼ったんです。こちらパパだよ。あ、パパか。パパとリミで協力して貼った、ね、見てて、かっこりんぼ。コンセントはどこだ？ティックタック。パパのカメラのティックタック。正解はここでした。で、これいいね。隠れ、ちゃんと隠れたね。うん、よいしょ。以上。もう終わりかな。終わりかな。終わりかな。それじゃあグッバイ。それじゃあグッバイ。じゃあ次回は私の部屋を紹介します。地方編。地方編。しーちゃん、しーちゃんどうした？しーちゃん、しーちゃん落ち込んだりもしたけれど、私たちは元気です。いらっしゃいませ。お店どうぞどうぞ。どうもちどうじゃ。ご見学衣装か。ツアー。ツアーツー。スタートいたします。広い。ね、広くなっちゃったね。広くなった。ね、ここね、撮影部屋にしたくて。撮影っつったらこう置いて、撮影をしたくて。こんな感じかな。座ってするの。みなさん、こんにちは。シャリーちゃんのしほです。これで、こう、こうやって。
この辺までだよね、まず座るから。はい、じゃあ次は、次はこっちかな。テレビですね。横にスイッチ、横にね、左右に志保とリミのスイッチがありまして、で、ここに緑の大きいのとリモコンとかで、中にはソフトとかが入ってるんですけど、最近全然やってなくて、もうテレビをね、起動してみたら、 Wii U とか Wii もあります。 Wii、 そこちょっと汚いんですけどここはなんかいろんな機械、そう、機械のなんかコードみたいなのがあって、こっちが機械、あとゲームソフトと、ファミコンも入ってんだよね。ファミコン、ゲームのクレーンゲームで撮ったファミコンが入ってる。見て、あー、あったね、あったよね。でも壊れてたりするんだよね。壊れててあんま使えなかったのもあるんですけどね。で、こっちは本当本体ですね、ほぼ本体。見て、ドラえもんが入ってる。本当だ。ファミコンにはなぜかドラえもんが立ってて、で、隣には Wii U があって、その下はケーブルとスイッチのあの容器、わかる？スイッチの容器。これはカバーみたいなのが入ってます。閉めます。で、その後ろにはね、こう待って。後ろには、ピンク色の背景とソファーがあります。あ、こっちが昔の。ソファーかもね。そうです。10万人突破の銀の盾なんですけど、本当はこっちにしようと思ったんですけど、ソファーがすごいね、ごついというか、うんうん、なんていうの、大きいから、なんかあんまり、ね、見てて、うん、あんまなんか映えないというか、できない。何すんの？横つけようと思ってあんま映えないんですよね。ちょうど これがね、こう来てしてもちょっと余る。うん、中途半端な。そうだね。次にね、机を紹介します。机があっと見て、こんな、あ、さらっと見てこんな感じなんですけど、遠くない？ちょっと、あ、もっと近く行きましょう。近く行きましょう。さらっと見てこんな感じなんですよ。変わったなっていうのがちょこちょこありまして、うん、でもあんま変わってない、うん、ピンクなのは、ピンクで統一してるのは変わってない。何この鍵？自転車？トランク。あ、こっちが自転車。これは鍵コーン。やめて、ちょっと遊ぶの。で、まず時計をつけてられない、あの、られてないんですよ。だからここに時計があって、2個。2個あって、どっちつけようか迷ってるんですけど、これ10万人いた時にもらった時計で、こっちが元々使ってたギョロネツ。グロメつけて、これもつけたんです。本当だ、え、ついてた、うん、気づかなかった、うん、つけたんでしょ、こうやって、うん、あとここに携帯と、なんか元筆箱ちゃんです。今はこれの薄いピンク版使ってます。このシリーズ可愛いんですよ。確かに、後ろに白コロで、こっちがホワイトボードに、シリにね、かっこいい英語ってやったら、かっこいいが出てきちゃって、なんでクールって言ってたの？そう、クールって言ってたから使いだけですね。あと、シューズセット忘れないようにメモってあります。本当だ。ねえ、メモるの好きなんですよ、私。ね、これってしーちゃんが書いた。そうだよ、しーちゃんが書いた。で、机の横には、こちらはね、あの、今度ね、違う動画で紹介していきたいと思うので、うん、待っててください。うん、じゃあ、ちょっと遠くから撮って、ね。遠くから撮ってみてください。はい、お願いします。はい、何これね。ちょ、リミ、いじらないでね。何これ。でも本当に、あと裏があるんですけど、裏はもう、お酒やばい。いや、仕打ち道具撮った時に落ちてたんです。ここが、あの、学校コーナー、絵の具とか粘土とかの学校コーナーで、あ、ちょっと開けないでくださいね。ここが、あの、日常生活で使うもので、僕がちょっと、あの、カービィとエイリアンのカバンで、下もね、学校ですね、ガバンとか、カービィとエイリアンのカバン。カービィはね、あのね、物入れに使ってるんですけどね。あ、これちょうどさんからいただきました、うん、ありがとうございますで、こちらがクレーンゲームで撮ったんですけど、ディズニーの時に使いたくて、まだタグとか撮ってないんです。うん、一回も使ってない。これいいね。だよね。いいね、いいね、
ここは機械類と、あ、閉められた。なんか変なところと、まだほぼ何も入ってないね。なんかキーホルダーとか入ってる。見えない。見て、これここに置いてあって。これ1リットル1キロ、うわ、1キロ、おしまいかな。1リットルはあのお水の傘の方だよ。2年生の3学期で習うからね。あ、じゃあまだ2学期か。まだ2学期だから。はい、以上ですね。こちらが私の部屋っていうか、はい、半分からこっちはシロの部屋で、半分からこっちはもう撮影部屋っぽくなってますね。やっと有効活用が。はい、ミミも今のお部屋すごい気に入ってんでしょ。最初嫌だって言ったんですけど、今めっちゃいいって言ってね。見る、もう一回。もう昨日やったからいい。じゃあ終わったら行こっか、みんなで。終わったら行こう。褒められたいんでしょ。それではバイバイ。いきなりぶった切った。これ何？ピヨン！あ、パソコン。なんか知らない家族の写真があるんだけど。お友達？咳止めと耳の薬とアイロンと。ミミどっち？ミミママの方だよ。こっち？そうだよ。ちょっと押してね。パパーッて。わー。実はね、私